あちらのスタバに今度入ってこの PC を壁につなげ、もう電源切れそうなんだよね、本当に電源あの効かないからさ、あ電池が続かないんだよね。なんで PC のバッテリーってこんなにやっぱりあれなのかね、続かないのかね。でサラリーマンの仕事を続けたいと思います。やっぱね、責任を果たさないとね、約束してるわけですから雇われてる以上は。はい、頑張りたいと思います。いい仕事をしたいと思います。それを3時から5時までやってそれで帰ろうと思います。はい、そのところかな。しまった、今思い出したんだよね。3時からその客、サラリーマンの仕事をやるんだったら、次残り、25分かけて、そうだな、宣伝をね今作ってる客がいて、それをちゃんと届けなきゃいけないんだな。だから届けようと思います。メールでねちゃんと書かないとね。はい、それをじゃあそれやめた。じゃあ今もう90分かけたことにしかけました。はい、ちょっと数えようかね、いくつ数えたんだ、いくつかけたんだ今、こんだけかけました。イエーイ。でもね、本当は1日に100ぐらいやらなきゃいけないんだよ。まあでも今ねサラリーマンの方もね、7月1日向けのね締め切りがもうすでにちょっとプロジェクト始まってて、非常にちょっと実は忙しくなってきそうです。非常に忙しくなりそうだから、夢を考えてたんだよ、これ本当にできるのかなとかって。やるしかないんだよね。やりたいと思います。はい、頑張ります。やりたいと思います。はい、今日もメンタルをちゃんとコントロールして、できることを、目の前のことを着々だから今日は、まあ、先週ちょっとコールドコールのノルマがね1日20ってやつができてなかったですけど、まあ、週の後半かな。でも今日は、こんだけできたということで、ね、やるだけやんないとね、それしかないよ。皆さんも今日、ああこういう目があるんだけどなかなか始められてないっていう人いますかね。1日でもちょこちょこやってった方が絶対気持ちいいから、ぐわって突然な結果出ないかもしれないけど、もちろん出ることやされてる人もいるのかもしれないけど、ほとんどの人がそういうわけじゃないわけじゃん。でも今日始めることがやっぱり大切だよね。別に始めてじゃあ次の、A じゃなくて今度 B 段階 C 段階 D ってなるとうーんとかって、もなんかさ、余計になんか難しいこと考えなくていいから、本当にもう A 始めるところからまず始めて、それちょっと始めてもうそれでやめればいいじゃん。でも始めることにやっぱり意味がある。始め出したら絶対こう転がり出すからね。頑張ろうね。 OK、 バイ。